はい、トモユタです。今ツインリンクモテギに壮行会に来てるんですけど、今1ヒート目が終わって次2ヒート目あるんですけど、1ヒート目にやっぱさすがブレーキのきついモテギコース、フェードしてあのブレーキ全然効かなくて、2コーナー3コーナーっていうのかな、でグラベルになんと突っ込んでしまいました。はい、この無残なリップとインナーフェンダー折れてしまった。これがインナーフェンダー、右のフロントがちょっとグラベルに入った感じです。インナーフェンダーも取れちゃって、この配線は後で上にやればいいんだけど、でまあ走行性能的には問題ないと思うんで、このバンパーが割れちゃったのとリップがもげちゃったってやつ、まぶしい、はい、これもね、落っこちてね、ここ引きずっちゃってたんだよ、パカッと取れて。やっぱね、カーボンはね、さすが割れてない、頑丈だねっていう感じ。はい、うん、不甲斐ない。次はちょっと走れるかわかんない。とりあえずまたリップを買わなければ。これでリップ4本目ですよ。このバンパーをでもどうやって直すかだよね。これなんとか直したいね、うん、そうもハゲて残念という感じです。一周遅れで早いところだな。
タイムなんですけど、僕はちょっと1本目でオイルキャッチタンクの量がおかしすぎたんで、ちょっとブロー疑惑が出てて1本しかしてないんですけど、20秒5で、カン君が21秒5、 S2 の友達なんですけど、はい、ちょっと20秒切りたかったんですけど、全然あのクリアも取れないし、ちょっと気温もかなり高かったんで、で2本目の方カン君は 20秒4なんで、僕よりコンマ1早かったですね。はい、という結果です。一応ちょっとこれから車をどうするかですね、ちょっとお店に持ってって見てもらうしかないんで、はい、ちょっとお店にとりあえず持ってってみたいと思います。はい。